こんにちは。やっとこの時が来ました。私は父の敵を討ちたい。ロードナイトモンと決着をつけたい。どうか私に力を貸してください。ありがとう。待ちわびたぞ、ロードナイトモン。もう逃がさない。逃げる？私が？思い違いも甚だしいな、人間。私はむしろ貴様ら目障りなゴミがきれいさっぱり片付くのだからな。私はお前を許さない。父を殺した。私とて初めから貴様の父親を殺そうとしていたわけではない。ただあの女の意識が血を這い渦巻き、己が身をも焼き尽くさんとする打滑がごとき黒煙、その劇場が私の意識に影響を及ぼしたのだ。人間が我らデジモンにとっていかに危険な存在であるか。それではリエさんが抱いていた父への殺意が、あな、うん、しかしあの女の感情はそう悪いものでもない。貴様らのような脆弱な人間を蹂躙する時の優越感、精神が崩壊する時の断末魔、その全てが私を高ぶらせ狂気させてくれるのだから。私にこのかエデン症候群を広めたのもお前の仕業だ。私はただいだが、アングロ殿、世界に破滅を導いた現在は何を言って。8年前だ、上白優吾、上白優子、白峰ノキア、貴様らは8年前デジタルワールドにやってきた。現在最悪は記憶にない。もしかして私たちも記憶を奪われた。山下、それにエデンの子に。ようやく思い立ったか。だがもはや貴様らの明日は変わらぬ。それが強さを見せてやれ。やりましたね。
なあ、大丈夫か、お前。ほら、早く行こうよ。お兄ちゃん、待って。お前ら、勝手に行動するなよ。年上の俺の言うこと。行こう。エデンはすっごく広いんだ。いろんなところに行ってみよう。僕たちはずっと一緒だよ。ずっとずっとここにいようぜ。